あれ？ルンバルンバ。なかった。いい。ナイス。はい、こんにちは。はい、こんにちは。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 絶対メインの方行ってる。停電になる直前にシャワーの上から下に下っていってます。シャワーの上から下に下っていってる。そうで、藤宮ってなんかこのターンメインからシャワーに1回入って赤目の方行ってまた帰ってきて停電になる直前にシャワーの上から下に行ってるって感じで、あれ初手宮ちゃんとメイン脇なんだけども、宮ちゃん暗室やって、あの女性の部屋入ってまでいるから多分もうタスクはないっすね、メインにはね。あ、藤宮すれ違った気がするけどな。あ、多分鬼木もすれ違ってますよ。シャワーで3人一緒になった時あります。あるだけ藤が。ああ。そこ、シャワーアーカイブらへんだよ、すれ違ったか。まあ、メインに行ったって言われちゃったら僕が最終メインなんで。まあ、藤宮でも見てないですね。メインだと思う。停電爆速で直したってどうなった？ガミが、昇降機右で待機して直して、うん、直した瞬間、武雄さんとタスさんも昇降機右にいるのを見てます。はい。ガミトータスは竹尾まで難しそうじゃないですか。うん、俺停電になる前からリアクター右に寄ってダウンロードして、うん、停電開けたら下から上がってくるガミさん、竹尾さん見えたって感じ。あ、では昇降機右に鬼木やるんだったら、もう鬼木に僕が白打ってます。はい、じゃあ合わせて鬼木は昇降機弁当しか使えないから。はい、最後展望で浮いてます。僕は宿舎のダウンロードで浮いてます。最後エンジンの細長通路入るところです。セキュリティのラジオタスク。プテさんってメインのどこにいます？今除染。あー、除染か。除染してます。除染、うん、そう。あー、じゃあ見えないか。まあ、停電一瞬で治ったから藤宮が通過してたら。藤宮はちなみに絶対エンジン側まで通過してないと保証できますね。閉まってましたとは。いや、俺が一回メインに入ってゴミ抜きをやって後にミーティング行こうと思って戻ってるから、うん、その間ぐらいしか通過できないから。そう、それは僕と並走してるんで間違いないです。そこまではプテと並走してます。だから藤宮が絶対そこまでは来てないと思う。はい、あ、そうね。その後プテ足が右に抜けてて藤宮見てないんだったら、うん、来てないんです絶対。アルマさんがそれ見たのってどれぐらい前ですか、藤宮さん見たのって。停電になる直前です。あ、だったら秒数は覚えてる。停電になる直前だったらエレキまで下れる時間はあったかもね。うん、降りてあ、まああるとは思う。そうね。うん、プテタカが見てないんだったらエレキが自然かな。ってなると七子さんが降りてだからって。どんぐらい前なんだろう。バイタル情報でゲンさんは3秒前には死んでました。ネロちゃんは3秒以内です。ネロちゃんの死人があって、うん、十数秒前ぐらいにエレキから、メインに上がってます。でゲンさんは停電になる直前に貨物のダウンロードをしていました。で僕がそれを置いていって停電を僕が直します。でバイタル行って、バイタルのダウンロードをしていて、サントさんが取っていくのは見えました。うん、アルマさんはゲンさん側は分かんないけども、ネロちゃん側は無理です。
ルちゃん側は無理。停電中にアーカイブシャワーカーのドアで一旦高田さんですか。俺です。ああ、はいはいはい。で、アーカイブです、俺は最後まで。ああ。5秒前ぐらいにエレクトリカルのはしごを登っていくプテのケツが見えたから。うん。そう、そこにいたよね、プテね。合ってます。うん。どこ？エレクトリカルのはしごを登ったの、プテのケツを見た。うん、っていうのも俺は別にこのターンキッチンで沸いて配線やってもう一回ラジオタスクの終わり続き終わらせてエレキに行ったらその登っていくプテが見えてる。5秒なので。もうちょっとあったと思うけど。わかんない。その辺はもう。高田さん、アーカイブの最終位置どこっすか？アーカイブの左上です。本タスク左上閉まってます。なるほど。このターンでナラポさんに白打てる人っています、はい、多分今の情報ぐらいしか白になる要素がないんじゃないかなっていう。白になる要素っていうか、それ、ナラコさんがプテさんに白を出そうとしてる情報に見えちゃうけどな。いや、白、白にならないんじゃない？一応僕が、そのメインに、ネルちゃんがメインに上がったって言ったのがその12秒前で、僕が最後、シャワー、覚え毛のところまで行けてるんですよ。なんで、そこにはまあ死体がないっていう情報しかなくて、ななこさんは僕視点では見えてなかったけど、一応合ってる。まあ、8秒前ぐらいに登ったかなっていう感じです。ごめんね、トータスはどこなん？ちなみに。トータスシャワーリーダーじゃん。アーカイブ右です、最後。え？そうなん？そうなんですよ。入って右のドア閉まってんなと思ったから、通った人どこ行ったんやろって思って。俺はずっとアーカイブにいた。うん、あ、でも診療性はありますか、太田さん。あ、僕に合わせます。あ、僕、シェリフです。七子さんに投票で合わせたいと思います。前回のキルが七子さんが石油って言ってんだったら、富士宮がエレキ言ってんだったら、まあ、そっち側かなって思います。そうさっきのキルはアルナナプテの択だとは思います。今の事実だったら、俺は右のキル関われないんだよ。キッチンで湧いてそっちに向かってるから。さっきのキルはもう要素が多すぎるんで、固めましょう。あ、ちなみに俺はもう分かんないです。対抗、あ、対抗分かんない。対抗出しようがなくない？だってエレクトリカルに降りてたとしたら、まあ、プテかな、強いて言うんだったら。アルモスさん、あ、さっきのキルだってこのキルもプテは、あ、さっきのキルはあるなな、プテの択だと思います。シャワー僕で、さあさあさあ、まあ、生きてるかどうか分かんないけど、ワンチャレンジするしかないか。トータスさんだと思う。プテさんが来てる。あ、いや、プテさん来てるの僕見てるから大丈夫。あ、僕マットです。スキップ入れまーす。スキップ入れまーす。じゃあプテハスさんに入れます。えい、いや、ナナコクルーだ。おにきシェリフ、うまいね。あー、これ、いや、ナイスだね。パチンコクルーだったのか。おにきシェリフ、え、なんかやばいやばい、キーボードが。あら、おたけちゃん、あれ？いい、ナイス。これはうまいわ。いいナイファイ。いや、竹雄さん。いやー、それはナイスだったね。戦えないな。CEOは無理やな。いや、どっちにしろ僕多分鬼金指定してって言おうとしてたから、ね、あー、関われない。あー、伝えられてなかったからキル取ってくれるか不安だったけど。うーわ ー、 えあー、いやいや、恐ろしい。ほら。いやいや、よかったよかった。
七子がマットメイトかと思ってた。いや、僕もそう思った。多分ね、奈々子さん、僕エレキ上がったの10秒前ぐらいだと思いますよ。いや、多分ね、5秒前ぐらいだと思う。だって、いや、覚え芸にいけるんでしょ。5秒でいけないから、覚え芸。僕、覚え芸にいるネロちゃんを切ってるから。そう、覚え芸いけないから。俺、その後向かったのが、多分あそこでエレキ の扉前ぐらいだから、上がって5秒ぐらいだと思う。5秒ぐらいかな。え、でも、いけてるんでしょ。5秒でいけないから。そう、覚え芸にいるネロちゃんを切って、1。ぐらい。あ、なんか5秒ぐらいで。5秒ぐらいで。あ、扉開けた？扉は開けてないね。じゃあ5秒ぐらいじゃない？いけるか。感覚。飲もうかな。